めっちゃ楽なんですよ。目で見てわかるっていうのがこの料理の優勝ですね。これは、はい、始まりました、ケマスクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃん、鶏のささみっすよ。皆さん、このささみ広告のしな、364g で247円。いや、鶏肉コーナー見てたらこれ一番お得じゃんって思って、鶏胸肉よりめっちゃ安かったってことで、今日はこのささみ料理やります。じゃあ早速やっていきたいと思います。調理スタート。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。で、今日何やるかっていうと、以前ね、鶏胸でちょっとやったのと、まあほんと同じことやるんだけど、実は鶏胸肉も安くて美味しいんだけど、これささみの方は実は美味しいということを発見しちゃいまして、しかもやりやすいってことで、このやり方ほんと覚えちゃうとね、どうしてもね、これ以上のなんか簡単で美味しいのないから、鶏胸肉の時と同じやり方なんだけど、もう一回おさらいみたいな感じになっちゃうけど、鶏ささみバージョン今日やってみたいと思います。はい、じゃあね、早速、まあ、買ってきたばっかりの時にね、大体さ、ドリップがねついてる時あるから、ドリップっていうのはこの水分がね出ちゃってる。で、特にヤスリで売ってる場合はこうちょっと冷凍のやつ解凍したみたいな時多いと思うから、で、こうやってね、こう一旦こうやってドリップをね取りますね。取りだけに取り除きますね。よし、こういう状態で、で、こうしっかりこう水分取ってね、下処理してください。はい、こういう状態で、はい、 OK です。はい、はい、そしたらね、ここでささみって言うと、どうしてもこれをこのね、筋をこう何とかして取ってくださいっていう動画多いと思うんですけど、僕の考えだとこの筋は取らないでいいと思ってるんですよ。これ単純に取り除かないで、こうキッチンバサミでこのね、数箇所をこうやってこうね、こうやってこう筋をこういう状態で切る、この方が筋を なんかいろいろな方法で取り除くよりめっちゃ楽なんですよ。これをやると結構この咀嚼した時にこうそんなにね、筋ね、実際ね、気にならなくなるんですよ。で、しかも筋自体もまあね、カルシウムあるし栄養分もあるので、僕はね、こうやって筋をね、こうやってキッチンバサミでねやると、めちゃめちゃ簡単にね、この筋ってこう切れるんですよね。で、これの大きさが大体これぐらいじゃないですか。ここでね、もうね、まあ、包丁でやっても構わないけど、もしあれだったらもうキッチンバサミそのままこれでもいいと思うんだけど、大体大きかったら4つ、ちっちゃかったら3つぐらい、3等分ぐらいこうして、これでいいと思う。で、ちょっと大きいなと思ったら、大体大きいささみは4等分ぐらい、こういう状態でこうやってこうね、ハサミでこう切っちゃう、こうやって。で、そうするとね、包丁も使わなくて済むんで、まあ、これまあまな板の上でやってるけど、まな板もね、こうやってやっていくとそんな洗わなくても済むから、まあこれはね、ちょっと下染みちゃってるから後で洗っとくけどね。で、こういう状態で大きかったら4等分、ちっちゃかったら3等分ぐらいにこうやってこう切るね。よいしょ、これで楽ちんですよ。よし、はい、こんな状態でね、で、切りましたと。はい、そしたら今度ここにね、シンプルに塩コショウで、その時もね、もう先にね、ここにね、さーってこう塩して、で、こうちょっとこう並べてね、もうめちゃめちゃ簡単ですからね、皆さん。で、これだと、この、以前は鶏胸肉でやったんだけど、このささみだとさ、本当にさ、この大きさがさ、めっちゃこう、整えてるというか、この大きさがいいんだよ。で、そしたら、このね、また、上からシャーッとこう、下にも塩かましてあるからね、これで塩コショウこうする感じ。で、これでペッパーケーブってね、そういう感じで、塩コショウしました。ね。で、ちょっとこうまぶして、こうちょっとなじませますね。よいしょ、はい、はい、そしたらもうここでこうちょっとね、このままこう広げてあげて、これで大体油大さじ1杯分ぐらいかな。で、こうやってこう上にこうちょっとこう回しかけてあげます。で、こういう状態、はい、もうこれでもう準備 OK。 はい、で、ここまで来たらもうこのままこのちょっとね、火をつけて、そしたらこれで中火ぐらいの火加減でこのままね、じっくり焼いていきます。で、その時に動かさないでください。で、この動かさないのがポイントで、これね、動かさないでいくとじっくりね、ちょっと焦げ目がつくんですよ。で、その焦げ目がついたらちょっとひっくり返すぐらいのイメージで、で、こうやってこのくらいの大きさに切っておくと、
このね火の通りがね目で見てわかるのよね、こういう状態 でこれもうちょっとするとこの何て言うかな、こうやってこう表面がこうだん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 白くなってくるのが分かりますから、この目で見てこの今どのぐらいの火通りかっていうのが分かるから、めっちゃね失敗しないで済む、はい、でこれね本当にね、あの値段もあのささみの方が今日安かったっていうのもあったし、胸肉よりね何回かやった結果ささみの方がうまい、ささみの方が柔らかくて本当においしいですよ、本当にね笑っちゃうん でこのやり方は本当に皆さんにおすすめします。あの結構ねささみが安い時あるから、案外僕がさっきやったみたいに筋取るのがめんどくさいじゃん、筋もあれからハサミでやって、で単純にキッチンバサミでそのまま3等分もしくは4等分、ただそれだけです、ルールは。それはそうやってこうやっていくうちにほらこういう感じでこう 見で分かるじゃないですか、 ここまで火取ってんなみたいな状態になって、これがねちょっとこう裏返すとこうちょっとこのぐらいの色づきになってくるね、こうちょっとこう焦げが入った感じで、ちょうどこの感じ覚えてて、このちょっと下がもう白くなってんなみたいな、その状態をしたらこうやってこうひっくり返したで、そしたらひっくり返したらまたこのままじっくり、この全然ね触らないでもうただ置いとくだけで、火加減は、まあ、ちょっとこの、見てわかんないんだよな、この感じね。まあ、この中火ぐらいなんだよ。こう、いっぱい出すとこうなるんだけど、こう、弱火っていうか中火、このぐらいなんだよな。動画でわかるかな。まあ、で、こういう感じでこう焼いていくんです。ただもうシンプルに、この色だけ見て、この色を目指してください。火通りがすごく目で見てわかるっていうのが、この料理の素晴らしいところで、失敗しないですから。で、あらかじめ切って焼くことによって、まあ、その、一口大で食べれるから、食べやすいっていうのもある。食べやすいし、色で、まあ、火通りがわかるから、失敗しないし、っていうところで、めちゃくちゃ美味しい、できますから。はい、そしたら、両サイドで、この、どっちかこう、もうほら、これちょっと薄いじゃない。薄く真ん中がこう、ちょっと火通りが甘い感じがするけども、で、こうやってこう、押したときに、火が入ってなかったらグニャッとするけど、火が通ったらこう、ちょっとこう、なんていうのかな、弾力がつくんで、こう、グニャッとしてたらまだちょっとダメってこと。なんとなく同じくらいの、このぐらいの両面の。だから、この状態になったらもう、はい、もう大丈夫。この色目を目指してください。この色目をが両面ついたら、もうほぼほぼいい感じの火通りになりましたと。ね。これさえ覚えておけば、絶対失敗しないですから。で、これでもうちょうどいいギリギリの火加減になってますので、そしたらこれを、ね、下にこう盛り付ける。で、これってもう本当にシンプル塩コショウなんで、もうめちゃめちゃこれだけで美味しいですからね。で、この色目、そして触った時に、こう、あ、ぐにゃってしない。ちょっとプリンとこう跳ね返ってくる食感。これだけを覚えておけば、絶対誰でも失敗しないです。よし、こういう状態ね。これはね、ほんと美味しいから。で、こういう状態で、こうやってこう、お皿に盛りますね。でも、この状態でもシンプルにめちゃくちゃ塩味で美味しいですからね。そしたら、この、ポン酢です。で、味ポンでいいんで、こう、上から回しかけるっていうよりかは、この、下にこう、注ぎ込むイメージで、こう、ちょっとね、こうやって、こう、かけるというか、こういうふうにこう、注ぐイメージで、こういう感じで、こういう状態に、こう、下にね、ポン酢をこう、敷きます。はい。そしたら、ここに、マヨ一味。よいしょ。そして梅肉です。2個、はい。で、これにはなんてったって大葉なんですよ。大葉、これをね、まあ、好きなだけこの焼いて直後に蒸しってあげる。こうやってこのちぎりたてがめちゃめちゃ香り立っていいですから、こうやってちぎりたてをこうバーッとこう、このね、ちぎりたてのこの大葉の香りが、まあたまんなく美味しくて、はい、こんな感じで、ね、大葉をちりまめて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、研磨式超簡単、ささみ焼きの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。どうですか、この感じ。いやー、美味しそうだね。じゃあ早速これを食べる前に、いつも通りチューハイタイム。
皆さんお疲れ様でした。乾杯。美味しい、もう毎日楽しい、へへーってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いっとどっきもーす。じゃあでしょ、この色目見てください、もうマジでうまそうっすね。まずは塩コショウのシンプルな感じになります。いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。すごい柔らかくて美味しい。これはね、何回食べても優勝ですね、これは。笑っちゃいます。そしたらもうね、こうやってしっかりこのポン酢こう絡めてさ、大葉の香りをまとわせていただきます。もう間違いない、本当に何回食べても美味しいんだよね。でもこのマヨポン大葉、いやー、いただきます。最高だね、このさっぱり感とマヨポン酢すごい合ってる。で最終的に梅なんですよ、梅ペーストにちょっとこう乗っけてさ、で大葉をちょっと乗っけて、いやー完璧や。この一皿でもう本当に延々食べれちゃう、これ本当に無限にいけるよ、本当に。じゃあちょっと千村君、はい、よし、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。どうぞ。まずはそのまま。でもすごいね。全然イメージ違いますね、普段食べてる。そう、ほんと美味しいでしょ、このささみの食べ方としても最強じゃねえかなと思うんだよ。ポン酢としっかりあえて、こうマヨとこのくぐらマヨちょっとつけて、はい、いただきます。笑っちゃいますよね。もう笑っちゃうしかないのよ、こんなになんか同じような塩でこう同じ動画ような出すのどうかと思ったんだけど、やっぱささみほんと最強じだと思ってさ、これをどうしても伝えたくてさ、もう一回これ取っちゃったわけなんだけども、明らかにこの一番端っこのこれ筋のところなんだよ。あ、はい、これでいってみてよ、ハサミでちょんちょんやったじゃん、でそれのあれちょっとさ、筋感じる？確かに多少、あの大きいところはあるんですけど、でもピーってありますよね。であれがこうクシャッとかってなんないでしょ、こう案外こう、逆にこうコリコリした感じが、あれってなんかちょっとこう切り身入れるだけでこの感じになる、手羽元とかのちょっと竹についてるコリコリみたいなイメージですね。美味しいです、むしろそこすら美味しいなっていうことで、ってことで今日のこの簡単料理ね、ケマス式超簡単やみつき無限ささみ、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。